アイコン、サブタイトル曲、風、予告ポスター公開、D.I& ボビー&ジュネが、最も愛着を。見せた曲、写真イコール YG エンターテインメンティコンがカムバックを控えている。アイコンは26日、YG エンターテインメントの公式ブログにサブタイトル曲、風、の予告ポスターを公開して、ファンたちの期待を一層高めた。サブタイトル曲、風、は、リーダー B.I が作詞、作曲に参加し、ボビーは作詞に力を加えた。特に B.I、ボビー、ジュネが、最も愛着を見せた曲、と知らされた。ポスターの中の青い背景のアイコンメンバーは、より成熟した雰囲気で視線を引きつける。クールな表情で、今回の新曲を待つファンたちの心をときめかせている。8月2日に発売されるニューミニアルバム、ニューキッズ、コンティニューは、昨年5月に、ニューキッズ、ビギン、と今年1月にリリースされた、リターンに続く3部作の完結版で、情熱と努力を継続するという意味を込めたアルバムだ。タイトル曲、ヒリング ME は、リーダー B.I が作詞、作曲に参加した。